し、何で、何今の、え、気合い入れるやつ、気合い入った、あ、そう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 、うん、よかった。今日なんかエロエロい、ね、エロい、ちょっと俺引いてるもん、こっちに。なんでなんで童貞だから、あんま見えないじゃん、エロい。あーあー、はいパッ、あ、しゃしゃパッ、はい、で、今日の普通にチブさんに来てもらったんですけど、で、今日やりたいことは、あの、今日っすね今日何やりたいかっていうと、うん、なんか酒飲みたいなと思った、ただ、うん、酒飲んで話す。確かに、あんまり一緒に酒飲んだことないよね。うん、数回しかない。うんうんうん。いや、俺だけ頼んで、うん、なんかジュースとかでやるから、それちょっと動画利用して飲ませたいなって、ただ、うん、あ、そういうこと。あ、そう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 、全然飲むけどね。あ、そうなんだ、うん、じゃあ、俺たくさん買ってきたんだよ、さっき。嘘、うん、だから遅かったの。いや、そうなんだよ、ごめんなさい、遅れて。いつもあんたが遅れるけどじゃあ、なんでうるさい。やりたいことあって、はい、俺結構酒強いんだよ、意外と。ああ、確かに強いよね、みんなにマジで酔ってる姿見せたいんだよね、ちょっと。マジ酔いじゃなくて、ちょっといい感じになってる状態を。いい、いい、いや、いい気はしない、いい気はしない、吐いちゃうから。まあ、優しいやつね、これ。これ良い、これは。え、シュワビタサワーがいいやつ。あ、そう、絶対飲みたくない。ああ、なんて言うんだっけ、これクライナーか。クライナーさ、こうやってさ、はい、こう、くくぐん、やってほしいんだけど、それえ、1800じゃん。え、ちょっとね、俺やっぱ今日結構行きたいなと思って、うんうんうん、家にある一番いいワイン持ってきたんだよ。あ、でも3万ぐらい、3万ぐらい。え、でそれ飲みましょうよ。これちょっと俺飲みてえなって、ただ今日しかないじゃん。なんで、え、気合い入れる日ないから。うんうんうん、あ、今日気合入ってんだ。いや、もちろん。私はお酒弱いんで。ワイングラスがある？ない。ない、うん、私ワイン飲まないもんだって家で。どんどん攻めたやつやりたいなと思って。なんで？いや、楽しいじゃん、なんかちょっとこれさ、やだよね。え、でもそれこそ、うん、一番最初に酒飲んだ気があったじゃん。うん、その時めっちゃ飲まされた覚え。あ、これ飲んだよね。うん、気持ち悪かったもん、普通に。いや、これ甘くて今何それ。毎回さ、私の家でさ、うん、動画撮るときさ、うん、私これ言ってるよ。しかも自然と出てんのよ、うん、人のあれだよね、言葉だもんね。人の言葉ってなんだ人の言葉だもんね、うん、いい、これでもいいやつを。まあ、いいでしょう。俺ちょっとたくさん飲みたい。ワインの香り。ちょっと質問募集して、うん、どうなんのか、どうなんのかみたいな。うん、酔っ払ったら。あ、そう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 、はい、よし、よし、いただきます。おいしい。いや、うめえな。あ、うめえなって。え、飲みやすい。うん、じゃあちょっと質問募集していい？うん、いいよ。私が酔っ払う前にさ、可愛い時にちゃんと可愛いやつ撮ってよ。で、いつもさ、変なやつ撮るじゃんやだ。ちょっとその画像ちょうだいじゃん、もう。うん、分かった、今持って。しかもブーメランでお酒も使う。いや、ちょっとキマキマキ、俺が。え、なんで？ねえ、絶対さ、それしか飲まないでしょ。これ飲みたい、うん、ほろ酔いの。あ、どうぞ。これめっちゃ好きなんだよ。これ美味しい、普通にジュースだよね。うん、いただきます。え、どんぐらい弱いの？俺だけ飲んでるみたいな、うん、その状況が多すぎて、実は強いんじゃねえかなっていう思ってんだね普通に弱くねえだろって思ってんだよな、俺って。違う違う違う、うん、あの、飲むものによって違って、逆に1800とかはたくさん飲めるんだけど、うん、こういう缶のお酒って意外と酔うよね。じゃあこれ1個飲んでみない。じゃあ1個だけ飲んでみる。ペパーミント。あれじゃないね、マウスウォッシュじゃないね、これマジでマウスウォッシュっぽい。え、でもちょっと調子乗って飛ばしすぎたよ。イエイ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 うわっ、マジでこれ、くちくちくちやるやつじゃん、これ。くちくち、全部モンダミン。うん、え、くそ、まず気持ち悪い。いや、いやだもう待って、次はこれ、次はこれ、違う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 、あの、次はこれ。あ、だからだから美味しいらしいよ、この白、これ白が甘くて、辛くて、もうやってくれないあー、いや、恥ずかしくなってくるの。やってくんなくなるよね。我に返ってくる、どんどん。なんでよ、ん、聞きたいのに。ちょ、ちょうだい。じゃあ、あんしてあげるんじゃん。あ、ちょっと酔ってるかな。酔ってんのかもしれない、積極的だから。あ、本当に、うん、酔ってないよ、まだ。あ、でもいい気持ちになってる、今。でも、聞かせよ。あ、聞かせよ。もう、食えた。何がこれ、ついたマスターも、あー、
何聞こうかな。マジでいろんなところでなんかあの二人って絶対なんか付き合ってるよねとか、はい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 、なんか付き合ってなかったとしても絶対やってはいるよね。あ、はいはいはい、言われてるよ。あ、マジ？いや、めっちゃいろんな人に言われるもん。その実際会ってってこと。そう、話題になったとか。ああ、裏で付き合ってんだろうなっていうのは言われるよね。よく一番見ててうぜえなって思うのは、うぜえなあんの俺が盲目になりすぎて、俺はすげえ好きなんだけど、ただ遊んでる状況になってるっていうコメントあるじゃん。なんかえ、そんなコメントあるの？ある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 、めっちゃある、まあその通りなんだけど。嘘、怒ってんの？え、なんか時期やのと気に入ったじゃん、うん、あれだったよ、あれだったよ。いやいや、あ、痛い。こんだけで大きい、うん、あー、お似合いだけど、うん、ゆわちゃん興味ないかん、ちゃんと遠回しに出してるから面白い。あー、これにイラついたの？いや、でも興味なくないですよ。うん、なんで敬語になるの、そこだけ。絶対興味ないやん。え、あ、まあ確かに興味ないわけじゃないけど、うん、お互い分かんないやん。お互い分かんないからちょうどいいんだよ。いや、そうなんだよ、お互い分かんないね。俺もまあ分かんない、やってるかやってないかも分かんないし。ああ、一回だけ。これを本当と本当か、本当か捉えるかも。ああ、本当じゃない、あなた次第って感じ。ああ、サワヤンから、うん、子作りはいつ始めますか。ああ、子作りはいつ始めますかって。サワこそ始めたんかな。早くない話がさ。いやいや、子作り。ああ、俺もなんか、ね、なぜ寿司買ってないの。いや、寿司頼んだけど、うん、来ねえんだよ。 YouTuber っていう時点で無理だね俺は。ああ、安定した職を、安定した職をつける自信はないけど、うん、私も別に安定してないからさ。ああ、だから無理だよねまだ、うん、安定してないこそ安定するっていうのをプロタンがよく言ってんだけど。へえ、その通りじゃないと思って。え、かっこいいねプロタン。いや、そうなんだ。プロタン会ったことない。会ってよ。会いたい。あ、マジ、うん、じゃあ3人で3人で。それマジ謎動画じゃん。いや、プライベートで。あ、プライベートで。いいよ。なんかさ、若干ふわふわしてきたんだけど。あ、嘘。ほろ酔いとワインと。うん、いや、俺は結構今来てるよ。マジ。いや、生きてるっていうか、なんかいい気分、うん、だからナゲットずっと食べてるの。当たり前やん、酔うとさ、食べちゃうよね。いや、そうなんだよね、だから。あ、なんか、あんまよくわかんないのが、うん、なんか食べ物と酒飲まないじゃん。あー、そう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 、ご飯食べてるときはあれがよくあんま俺わかんないんだよね。ご飯食べてるときはご飯、お酒飲むときはお酒っていう分けたいの。分けたいんだ。だってお腹いっぱいになっちゃうじゃん、お酒飲んだらさ。ご飯食べるときさ、え、倍増するよ結構。マジ。うん、え、それはさ、試して試して合点。え、何。酔っ払ってるよ。え、試してみて、いや、これはないなと思ったの。試したことない。マジ？ずっとペアリングとか、うん、ああ、いや、それめっちゃいい。やったことあるけど、うん、行く相手が悪かったんかな。ああ、じゃあ俺と行こう、俺と行こう。あんま楽しくなかった。あ、一回行ってみようじゃん。うん、ペアリング一回。ペアリングさせてよじゃあ。で、一回行ってみようよじゃあ。試して気づきがあるかもしれない。な？もうセックスばっかじゃん。いいね、お兄さんだと思ってないけど別に。お姉さんっぽくないよね。まあ年齢、俺の方が年上だもん結構。なわけない。私の方が。ええ、なんか性格で言ったら。私の方が年上。いや、絶対俺の方が年上だと思うから。私の方が大人だもん。いや、でも俺の方が大人っぽいもん。私の方が大人ですね。なんで私の方が生きてると思ってんの。で、他の魅力教えて。え？もっと魅力。まあ何でも許してくれるね結構。ああ、え？それは逆もじゃない。優しいってこと？うん、優しい。普通に優しい。うん、ドドキャンめっちゃするけど優しい。キリ、かわいいよね普通に。普通にまあかわいいと、かわいいよね普通に。見た目でかわいいって言ってもらえるのは嬉しい。あ、そう一番。うん、かわいいよ。ありがとう。いや、だいぶかわいいよ普通に。ほんと？うん、だいぶかわいい。何？何すか？なに？何だし。いや、わかんない。今まで会った人の中で一番、あー、一番綺麗だった、一番可愛い。うん、あら、お寿司食べたいわ。あ、嘘。でも半分飲んだ今。マジ、うん、すごっ。ここら辺でさ、これも、はい、いや、だからやばいって。お願い。ちょっとスピードが速いね。
こう。スピード勝負だよ。あ、エロいよ。ん？エロい。あの見方が？でもさ、カノ君ってさ、私との動画でさ、株上がってるよ、ね、かっこよく見えるみたいな。いや、逆も しっかり。え？逆もしっかり。じゃあ、私はイメージ変わってないじゃん。違う。逆だから、逆。普段の動画でめっちゃキモいことやってんじゃん、ゲップしてるとか。いや、でも、一個やらせて。うん、いや、でも別にいいやん。シンは結構いいやつなんだっていうのは結構伝わってたんだよ、今まで。かっこよく、美女がよく見えてんだよ。めっちゃかっこいい人みたいな。イケてるみたいな。付き合いたいみたいな。イケてるやん。もうで、なんかみんなこれ見て、カノ君ってめっちゃかっこいいじゃんみたいな。なるじゃん、いつも。なるね。え、逆もそうなの？ AV 女優っていう、あれ、やりでやってるじゃん。女の子ではないのかなっていう気持ちはみんなあるじゃん、なんか。乙女じゃない、うん、こんな乙女なんだみたいな。あ、俺の動画に出てる三上愛が一番可愛いって思ってあるじゃん、うん、あ、確かにある、うん、あ、だからお互いそうだ、ね、そうなんだよ。じゃあちょっとお寿司持ってくるわ。あ、はいはいはい。このさ、ワンピースよくない？エロいよ、それだいぶ。これエロい？なんかセクシーだね。すげえ体のラインが見えるから。やばい、痛い、立っちゃう。付き合うかやったことありますかしかないんだよな。それはいいよ、多分。赤貝好きなんだよ。じゃあさ、マグロってね、こぼれた。こぼれたから。いただきます。でも言うて俺酔っ払った姿見せたことないんだよ、動画で、今まで。え、嘘。いや、なんかヘラヘラ三重してたやつで、あ、シャンパンをめちゃめちゃ飲まされた経験あるけど、うんうん、あれで俺マジ酔っ払ってなかったから、うん、めっちゃ強いんだなっていう、みんなに言われるのね、それで、うん。確かにね、そうだね。カチヤ、ユアと会う時だけ気合い入れてる、だってバレてる。それは実際そう。でもいつもおしゃれしてるよね。まあ結構考えるよね、結構。ユニバー行く時もいっぱい着替えたもん。うん。でも私も考えるよ。あ、そう。おしゃれしようって。あー、あ、俺はおしゃれ結構。うん。ああ。何も言えなかった今。なんか言えよ。うん。経験人数。経験人数、え、言ってない俺。え、大体40じゃん、40、50。この間も話したよね、ジュキヤの時も。多くない？ 40 って。 40、うん、やばいよ。やばいって。なんで？やばいって、この人。え、なんで？いやいや、じゃあ1個言っていいの、うん、YouTuber をやってから俺マジオンマしてないんだよね、本当に。あ、それはまあなんかバレたりとか。いや、マジ怖くて無理なんだよ、なんか。40、50は多いよ。すいません。え、多くない？普通に。え、聞きたいし、この視聴者に。マジ、え、じゃあ何人なの逆に。マジな話で。仕事抜きね、マジで。それは、え、でもリアル20人ぐらいだと思う。ああ、じゃあそうか。多いよ、絶対に。しかも私も AV 女優始めてからはマジで増えてない、うん、ああ。本当に少ない。50だったらもうやばいから。4,50 の40と50はまだ違うから。違う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 、うん、50なんてもう男優じゃん。でも、しかもさ、それ覚えてんの？そのなんか全員覚えてないでしょ。覚えてないよ。なんかさ、その中でなんか印象に残る人ってどういう人なの？彼女以外で。あれだ、前酔っ払った時言ったけど、あれ。何？何？キスが上手い人。ねえ、ヘラすんじゃねえ。いやいや、いいじゃん別に。キスが上手い人は覚えてるってこと？覚えてる。あ、またしたくなるってこと？いや、そう。あ、確かに言ってた、なんか、うん、それ以外はだからもうどうでもいいってことでしょ。もう2回目はない。ポイポイみたいなさ。いや、違う違う、やばいやつじゃん。ポイポイポイみたいな。え、でもそうなんだよね、なんかまた会おうとは思わないってことでしょ。なんかそう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 、ね、それが自分は一番いいと思うから。ポイント？え、やるより。 あんまりタイプじゃなくても。いや、タイプじゃなかったら俺できないもん。じゃ、50人もタイプいたってこと、今まで。やばいよ、それ。いやいや、もちろんそれはさ、ね、いや、そのタイプじゃない人もいるけど、うん、まあ最近はまず怖くて無理だね、なんか。でもやってたじゃん。いつよ。やってたじゃん。やってた。やったって言ってた。ああ、いい、それ前は やるでしょ、そりゃ。やってたじゃん。やったって言ってたじゃん。ブーメラン、ブーメラン。私もやってないでしょ、私。やってないね。女性版のさ、清楚系のビッチみたいにいるじゃん。うん。あれ、俺そうなんじゃねえかって言われるんだよ、結構。あー、
でも実際マジでやってないから覆しちゃう。確かに私は加納くん見てて思うけど、マジで遊んでなさそうだな。遊んでないんだよ最近はね。うん、じゃあ誘われたら行かない。行かない誘われても行かない。行かない行かないよ全然。加納くん家行きたいなって言うから行かないよマジで。こうだよ。まあ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 っていうかも。いやでもちょっと乗り気な感じ出しといて、うん、最終的に行かないっていうのはやるかもね。あ、うん、まあまあちょっと落ち着いて落ち着いてって。そういうのやられ慣れてるやつの言い方。いや違うそんなの今俺結構酔っ払ってる。え、酔ってなさそう。まだ、うん、全然だよ。マジ、もっと行け。いやでもこういうのがいつもあるっていうことよ。前、前、え、俺的いい感じになって帰るっていうのはよくあったんだよね。でもさ、酔ってない方はさ、分かんないよ。だから分かんない、酔ってるかどうか分かんないの、歯茎の色は。あ、ピンク。あ、ピンク、うん、うん、まあ、ピンクだね。三上やるとやりたい。え、でもやりたいよ、普通に。役はじゃん、あ、興味ある。あ、やりたい、興味ある。その毎回そうなんだよ、なんかふわふわ答えるから。興味ある、そう言われんだよ俺。興味がある。ちょちょちょ、そうふわふわ言うから。ちゃちゃって、これ言いたい、俺これ言いたい。じゃあふわふわ答えるから、あの俺がなんか俺だけなんていうの、興味あるみたいな思われるんだよ。まあ正直に言って。何、やりたいかやりたくないかで言ったら、やりたい。マジ？マジで喜んでんだ。今日の服かっこいい、もしかして。汚い毛ハマってんだよ俺。んで、ここの毛は剃らない。え、剃った方がいいのじゃ。うん、ここの毛いらなくないですか、皆さん。でもさ、ここのから繋がってるわけじゃないんだね。え、そう、俺ここ欲しいんだ。なんでここまで見せたの？確かに。いや、ここまで欲しいんだよ。なんでいらない、いらない。え？いらないよ、そんな。ヒゲも欲しいしね、俺。いらない、いらない。ヒゲはなしの方がいい。うん、なしの方がいい。マジで。いやでもちょっとやばいな、これは。え、めっちゃ飲んでるね。いや、そうだよ。だいぶ飲んでるよ、俺。いや普通に美味しい。でも美味しい、この、うん、週に何回 G 行為しますか。あー、なんて言ったら、最近した。3日前ぐらい。割と最近だね。うん、私いつしたと思う。昨日。さっき。さっき。え、こういう話、ちょっとお酒入ってるからしてるかもしれない。え、これカットする。カットしなくてもいいけど。あ、蛙化現象みたいなのある。あ、俺、女の人に対して。あ、無理って思う時点で別に好きじゃないと思うんだよね、別に。あ、大して好きじゃないと思うんだよ。じゃあ好きになったら何、別に何でもいいや。何でもいいとか。何でもいい。じゃあ私が目の前でうんこ漏らしても、うん、あー、いや、いいでしょ、別に。え、なんだろう、別によ、いいよ、助ける。いや、優しい。まあ、人間だからしょうがないじゃん。あー、優しいね。そういう時もあるよなって思うよね、別に。なんだろう、人間だから、え、なんか、それで悩んでる人は、まあ、人間なんだから、受け入れてあげようよ。鼻毛が、ここら辺まで出てたら。あー、ここら辺。まあ、でも、鼻毛、伸びるぐらい健康なんだなって、いいとか。寛大すぎない。言ってくれる？言うよ、もちろん、そりゃ。そう言ってね、じゃあ、そういう時は。結局は営業ですか？早くはっきりしてください。見事に営業に騙されてお二人をしてます。そういうわけでもないよね。うん、いや、なんか難しい。ビジネスではないよね、普通に。難しい。今日ネイル変えた。うん。かわいいでしょ？いや、かわいい。キラキラ。いや、かわいいね。よくない？いい、めっちゃいい。かわいいな。え、まあ、ビジネスか。あ、ビジネスじゃないよって思ってる。ああ、いや俺はビジネスじゃないって信じてるけど。ビジネスではなくない。前も言ったけど、うん、難しい、そういうの想像できないよね、なんか。あ、確かに。あ、うちらがイチャイチャしてるの想像できなくない？できないできない。いや、ずっとしないもんだって。だからするんだって。めっちゃするタイプなんだって。いやいや、しないしない。え、マジするタイプだよ私。うん、するタイプとしないタイプが極端に分かれるとしたら、うん、マジするタイプの方に寄った人間。あ、嘘。で、逆に想像できないもん。いや、俺はマジずっと抱きついてるよ、ずっと。いや、それは想像できないんだって。いや、できるって。え、だってそうだったもんだって。は？
誰とだよ。今までは。まあでも言ってるよね、いつも。でもそれは想像できない。抱きついてんの？だって編集ばっかしてんじゃん。ああ、まあ編集はそれするじゃん。うん、でその時に絡まれたらうざい。まあそれはうざかったよ、正直。うん。うん、まあうざいな。もうちょいなくなるよ、俺。え、やばっ、うん、え、この短時間でこれ1本開けんの相当よ。あ、嘘。マジで。確かに。あ、でも1時間経ってる。いや、でも1時間カエミずっと待ってんの開けんの。いや、そうだよ。かわいそう、マジで。岩さん、カノ君の気持ち分かってあげてください。本気なんです、彼は。誰？カノ君は潮吹いたことありますか？ないわ。ない。あー、ないまあ、言うて射精した後に、うん、ずっとやり続ける。いや、そんな、それができない。自分じゃ無理じゃん、そんな。誰かに無理やりやられたら耐えられるの？あー、縛ってもらえれば。でもさ、私はやっぱさ、作品でやったことあるから、あー、 M な人じゃないと無理かっていう。あ、俺だいぶ M だよ、俺で、結構。え、マジ？うん、いや、俺だから縛られたいもん、だから。マジ？うん。それはいいね。いや、私 S だから。あ、そうなんだ。あ、そうなの。うん、私 S だよ。縛ってる。結構無理なの、あの、逆に攻められるのが。え、じゃあ攻めるのもダメなの？じゃあ。いや、攻められるのはいいよ。でもだから、なんていうの、オラオラみたいな。あ、それは無理だね、俺逆に。だから縛られるのとかも無理なの。感じてんだろうみたいな。できない。そういうやつはマジで無理。冷めちゃう。四つ前になりたいもんね、俺。やばい、そんな話したことない俺。嘘。酔った勢いでさ。いや、そうだよ、マジで。デカパイが横にいる今の気持ちはいいよね、結構。え、匂い嗅ぎ合いっこしてみてください。いや、それ、なんだそれ。うん、どこ。いい匂いなんだよね、いつも。あー、いや、俺いい匂い。なんか俺香水つけてないと、なんていうの、いい匂い出たくないんだよね、外に。ガイ、あ、いい匂いする、うん、じゃあ首は？首ダメ。なんで？首は本当に何もしてないから。はいはい。あ、でもさ、前言った通り、うん、優しい匂いがする。何その匂い。マジで分かんないんだけど。え、もう一回もう一回もう一回。あー、え、なんかなんていうの、赤ちゃんっていうの楽しいの、なんか。あ、え、なんかでもなんかそうやって言う人は言うから、かそうなのかも。いや、そうだよ、人によってさ感じ方違うじゃん、多分。L系の香水つけてきたんだよ今日。ちゃっかりね。うん、でもいつも色系こつけてるけどね、結構。うん、エロ系しかつけてない、いつも。え、でも私のたどり着いたそれマネージャーのかゆみもなんか香水っぽい、なんかそういうとこが似てる、なんか。ああ、わかる。そういうことね。なんか好きなものとか似てる気がする。なんか、ね、確かになんか、なんだろう、顔とかじゃなくて根本的なものが似てる。うん、態度とかも似てるし、似てる。なんか透かした感じとか。初対面なんかうざって思わないだけど、実はでも好かれるとか。確かに自分見てる感じするわ。でしょ、うん、で、香水好きなところとか、うん、服とかね、服好きなところとか、うん、全部一緒。だからなんか、カヘミとなんかめっちゃ似てる、うん、いいのか悪いのか分かんないけど。でも元々はカヘミがカノ君のこと好きで。いや、そうだね、知り合ってるから、うん、だからうちらも出会ったし。あ、そう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 、確かにカヘミのおかげだから。歯磨かない男は無理。分かる、ちょっと分かんない、俺大丈夫だよね今んとこ。いい気、大丈夫だよね俺。うん、だ、誰よりも気にしてるじゃん。一生ガム食べてるじゃんって、うん、ちょっと、うん、無理なんだよね、あのブッてなったら。あー、それがじゃあ蛙化現象というか。あ、そう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 、臭かったらじゃあもう無理ってことね。でも樹木はもう同じこと言ってたよこの間。あ、嘘。うん、あのあれの時、臭いやつだけは無理みたいな言ってた。汗臭いの好きやけどね俺。疑惑がある時俺喋れないもん、無口になっちゃう、マジで。あ、こうやってこうなっちゃう、喋るとしても。え、でも臭くないと思うよ、多分。あ、本当に、うん、感じたことない今まで。全くない、マジ、うん、よかった。あ、もうなくなりました。え、すごっ、うん、汗臭いのは好き。お、いや、そうなんだよね、汗臭いの大好きだな。しょっぱさ。ちょ、これ大丈夫かな。喋りすぎ、やばいこと、うん、まあ、や、するとそれやん。シャワー入るのは俺は理解できないんだよね、俺なんか。あー、そのまま、もうそのままがいいってこと。そう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 、だからしょっぱさがいいってこと。そう。そう。酔っ払って
酔っ払ってるよ、だいぶ変態になってる。いや、そうだよ、せめて話しすぎてるかもしれない。いや、マジでこんな顔組みでも本当にレアだよ。いや、俺ずっとにやけてると思うんだよね、うん、マジでずっとにやけてるやつ。いや、俺酒飲むとずっと笑っちゃうんだよ。いや、いいじゃん、楽しいじゃん。じゃあ、穴子合わせて大丈夫、あの、カヒミ大丈夫、呼ぶ、恥ずかしいかも、ちょっと飲む、あ、でも全然いい、大丈夫。向こうちょっと待ってちょっと待って、うんうん、でかい、うん、うん、無理、うん、出していいよ、じゃあ出していいよ出していいよ、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 いいよ、普通に手出した今、うん、いや、いや、出して出して出して、出してないよ、出して出して出してない、嘘マジすごくない、酒強いよ絶対。あ、嘘、マジでめちゃくちゃに、でもいい感じに酔っ払ってる今。今日の晩ご飯のおかずはゆあちゃんでした。で、晩ご飯これなんだよ、だからそうだよ、何言ってんの、それだよね、何言ってんの、だって俺晩ご飯食ってないもん。何言ってんの横に食ってるから、横におしっこしたいえ、どうぞ、呼んできてもいいよ、ちょっと待ってて、いいの、うん、呼んできた、うん、遅い、のろま、ああいうとこも似てんのよ、遅いじゃん、なんか人待たせてるとき。いや、あれね、カッコつけてんだよ、あれ、ああいうのカッコつけてんだなんかさ、マジ急がないいや、あなたもね一緒だよ、この人全部あげたよ、これ一人で、ワイン、やばくない今だから記憶しますしかもさ、寝てたでしょ今、うん、寝てないよ。じゃあ入って、入ってよ、入って、私のこと挟む、うん、ちょっと待って、どういう食べ合わせ、いや、いい感じ、汚しやつやん、いや、それぞれ美味しい。さ、うん、一人でワイン全部飲んだんだよ。いや、そうだよ今いきなり現れたから、うん、カノ君の変化が分かるよ。あ、本当に分かる、うん、変化してる、私あんま分かんない、強い強い、なんか強い、うん、言葉がはっきりしてる、あー、いつもよ、いや、なんか、いや、だから、え、クライナー飲むの俺、うん、そしたら酔っ払って、饒舌になってるいや、俺スキッパーにクライナー、俺もまたぶっ飛ぶよ、はい一人、そうこれならいい、これならいい、でけこれでワイン飲んでんだよ、うん、もう一本なくなるよ。だから二人が似てるっていう話しててさ、うん、俺はこのホロ酔いのこれだけあとワインも飲んでマジ無駄酒飲まなくておもろい、うん、そうなんだよそんなことないよ俺今強い、いや、そうだよ、いや、そうなんだよ、マジで飲んだるよ、飲んだるよ、普通にこれでしょこれのこれぐらい残ってるやんでもワインはね、いただきます。え、寿司もらっていい、いい、はいよ。じゃあうちらが、うん、なんかあったらどうする、かゆみは。なんかあったら、うん、二人の自由っていうか尊重しちゃうよ俺は。別にいいってことじゃん、うん、それはお互いだって大人なんだからさ、ヒューヒューヒューイとはいかないじゃん。あ、じゃあカヘビの経験人数教えて、うん、とりあえずね、ね、だいたい、いや、ゼロでしょじゃあ俺のしていい、うん、予想して15、少な、舐めてんの、めっちゃ舐めてんじゃん、早くしろよ。40くらいじゃない、わ、え、一緒やねえ、お前らやっぱ一緒なんだって、全部読んじゃったの、4、4、50え、一緒、マジで全部一緒、マジ、もう本当に生き方が一緒なんだって生きて歩んだことが、考えてることが、マジ、なんか透かしてる部分、なんか嬉しくねえ、いいえ、で、俺も嬉しくねえわ、人が透かしてんのにノロノロ歩いてくるところとか、香水を毎日過剰につけるところとか私超走るよ、早歩きは、私走るよね、え、走るよ、え、だって私この間、え、ユニバね、忘れ物したじゃん、うん、ああ走ってたね、あの時とか超ガンダッシュだよ、走ってんのに、この人はトイレ行って戻ってくる時も超ゆっくりこうやって歩いてきておっそうみたいな、そんなこと思ってたの、なんかゆっくり歩いてきたなと思ってあ、嘘、日頃の不満言っていいよ、不満、いや、もういっぱいある、だから寝坊したし、この間ここが飲んでたからまあそれはグーの音も出ないね、あ、でさ、経験人数 4,50 人でさ、多いし、私より多いし意味わかんないよ。カノ君は何、その、なんて言うんだろう、何、どういう感じの相手、どういうこと、 4,50 人、あ、そう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 、マッチングアプリとか多いよ、あー、ピンだやつだ、なんか YouTuber になってからは、少ない、マジでやってない、私が全部答えてるけど数人ぐらい、
YouTuber になってから。何？私は2人知ってる。それはさ、ちょっとやっぱ自分がさ、長売れてるからちょっとやっぱいや、怖いんだよね、セーブしとかなきゃっていうさ。あ、そう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 。じゃあ2人は知ってる、私。誰誰誰誰誰え、言っていい？ピーピーで、ピーピーで。え、誰？え？はい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 。あ、しかもそっち側なんだ。やったことない。あ、え、それはそれは彼女じゃない。まあ、けどやってるじゃん。女子って乳首で行きますか？え、俺女子じゃないんだけど。で、行かせたことあるか。まあ、確かにこれあなたが答える。行かせたことあるかって。いや、まあ、乳首舐めは好きだよね。もうさ、何？好きでしょ。結構ヤバめの発言ばっかりする今日。思い切りが出るところがおもろい。乳首で行くことあります？そうそう、あります？うん。本当に？いや、前に聞くなよ。なんで？この人だけ飲んでないから、ちょっと一個だけ。あ、確かに、うん、何その不定期。そうなんだ、乳首、うん、ね、うん、キモいや、ほんとにやめんたい、その気持ち悪い発言。やめて、キモいって言いたいみたいなとこも多分あんのかな。くんが言ったらキモくない？でも、ね、一緒じゃね。違うのよ。そうそう、キモい、キモい。でもさ、普段でさ、面白い話で話し合うことあるじゃん、うん、別に、うんうん、そういう風に話しても気持ち悪いってこと、うん、あー、それはおもろい、普通に。あー、それおもろいんかい、うん、いいじゃん。意外と気づいたんだよ、あの飲み会行った時。あ、意外と喋んねえんだねって言われたから。だってで、なんかもう酔っ払ってる状態だったのよ、カノ君来た時って。もあの、ね、クラブ来たから楽しそうなの分かったの。だから楽しそうな気持ちは見えてんのに、発言が伴わないから、だから本当に喋んないなって思ったの。あ、でもさ、ね、今日はめっちゃ喋ってるじゃん、その。いや、そうだね。え、マジ全然もうこの尺で前回の飲み超えてる。マジ？え、マジで。なんでその、なんか酔って喋る時と酔って喋んない時があるってこと？分かんない、自分では分かんない。そう、ユアが好きだから。いや、それもあるよ絶対。いや、そういうこと。そうやったら腑に落ちるね、結構。ああ、スキピーいたら喋るタイプ。ああ、そうだね。いなかったんだな、あの時。ごめん。あ、スキピーいないとあんま喋んない。テンション上がるような子がいなかったってことか。そういうことかな、ね、逆に勝也は、うん、岩以外でもじゃテンション上がるかもしれないってこと。いや、テンション上がることはあるけど、うん、まあ、そこがあるとまあ行かないよね、結構。あ、好きって思ってる人がもしいた場合。行かない。他の人と行かない。行かない、行かない、行かない。そこは硬いんだ。あ、硬いね、結構、うん。あ、なんだろう、チンコは。まあ、チンコだけ立ってるで、結構。チンコだけ立って、まあ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 って。そうそうそう。そう、それ何だから。俺は目の前で告白を見せられてるけど。でも、いつもこういうぬるっとした告白はよくあるのね。まあそうだね、確かに。でも、まあその気持ちは嬉しいよね。他の女性とそういうことしないっていう気持ちは嬉しいよねってこと、うん、じゃない。普通にさ、見てる人もそんな男の人ってあんまいないじゃん。する男性はいっぱいいるの、世の中に。あ、いるんだ、こういうカヘミとか。いやいや、こういうカヘミ別に代表例じゃないけど、別に。まあでもさ、付き合ってなかったらやるでしょ。いや、でもだからさ、そういうチャンス。やる。ちょっと待って、これどうなんだって。やばい、ドキドキして同じだったから。ちょっと待って、私も動画でこんな飲んだの初めてかも。あ、でもこれ美味しい。トム君ってさ、でもさ、うん、モテそうだよね。実際に会ってもモテそうだから、動画でも人気だし。モテないけど、だから幻滅とかされなさそう、別に。あと男性にもやっぱモテるし。まあ、確かにモテるかも、結構。確かに。でしょ。モテるでしょ。酔っ払った、あの、カノ君はおもろい。面白い、うん、これ2回したら面白いな、うん、いいと思う。あ、嘘。うん、でもファンの人も喜ぶと思う。ちょっと写真撮りたいな。この前に写真撮りたい。撮りたい。登録したい。登録？うん。うん。アプリに。ワイン専用アプリ。何それ？あるんだよ、そういうの。今の会話がもう2人物語ってるんで。あ、嘘。だから10秒間見つめる。これいいじゃん。この間もやったし。マジ？他人が見てるっていうのを思うから、うん、私が見つめてるの。いや、それ言われたらできないよ、俺それ。なんでこっち見た？
なんでかゆみのこと見たの。かゆみを10秒見つめようとしたよ今。あ、でも俺意外といけるかも、うん、サムネのさポーズするわさっき。だから、うん、サムネは酒をたくさん飲んで、うん、違う違う違う、私のサムネのポーズ。もう酔っ払ってるこの人。いい、酔っ払ってない。何え、なんだっけ。10秒見つめ合う、10秒見つめ合う、うん、結構至近距離だよ。で、10秒数えて。 OK いくよ。はい、遠い。ちょっと一緒、数えよ、待って、数える、あ、ごめんごめん、うん、スタートしないんだよね。3、2、1、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。おい、負けたよ。そうっす、絶対。なんで？なんでよ、こっちがなんだよ。ちょっと目見るな、ちょっとね、恥ずかしいね、やっぱ。無理。え、じゃあ逆にやってみる。俺と。え、かゆみと？うん。かの？うん。俺それで無理だもん。男でも無理ってこと？うん。無理だよ。せーの。え？なんか傷つくの逆に。何？